はい、今回見せていただいているピアノがイバッハ、日本では多分あの珍しいというか数は少ないと思いますね。はい、このピアノ輸送中にですねペダルが曲がってしまったということで、見せていただいたんですけど、まあ、これがちょっと曲がり傷、全体的にちょっと上がってますけどもね、これ戻すときには、これね、鋳物なんで反対に折れてしまうことが考えられるのでちょっと難しい作業になるかなと思っておりますね。あとね、これペダルから想像するとこれ倒れたのかちょっとこうね傷があっちこっちあるというふうな、感じですね。ここらもねちょっと化粧板が剥がれてしまってるというふうな状況ですね。なんかね落書きみたいなのもありますけども、はい、こういう状況ですね。調整の方も、鍵盤の動きが悪かったり、してますので、この辺もねバランスホール、あとちょっとこの辺はね反対に張ってますね、ロスの逆ですね、張ってたりとか、ハンマーの成形とかもちょっとしていきたいなと思いますしね、調整もいろいろねしていかないとねいけないと思いますね。はい、こういう状況です。あと音の方ですね、さすがですね、小さいあのピアノなんですけどものすごいボリュームが出てますのでね、調整するのは楽しみなピアノだなと思っております。